シワシワしてますか？かやです。佐藤君高です。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、もう年末ですよ。もう年末ではない、あと1ヶ月でもう終わっちゃいますよ今年それ来月9話題じゃないですか、ね、いやだって早いね。今日もう11月26、27とかじゃないですか。で、この1ヶ月後はもうあれですよ、大晦日。いや、まあそうなんだけど、ええ、いや今年がね、あっという間すぎるなとね、思っていた。そうね、ですよ、もう流行語なんかもね、うん、発表されちゃったりして、発表、エントリーか、うん、ノミネートね。ノミネート、うん、そうそう、ふわふわしてますね、ええ、シワシワじゃなくて。そう、ふわふわもシワシワもしてますけれども、うん、まあね、だんだん寒くなってきましたけども。いや、流行語膨らませないですね。ちょっとどうしても早くみんなを呼びたくって。あ、ちょっと、ええ、ということで呼びましょう、ね、はい、早速呼びたいと思います。アクアネクスト、サリーちゃん。はい、じゃがりこカプリコ、サリーシリコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてアクアネクスト、サキちゃん。メロンパン大好き、サキです。よろしくお願いします。お、ええー、やん。いいじゃん。いいやん。対抗してね。ねえ、始めたの。でもリコは3つ言ってるから。あ、そっか、確かに。あと、なんか3つ。メロンパン。3つ、ね、メロンパンと、なんか好きな。次出るときは3つですから、うん。ちょっと検討していただいて、選別していただいて。そうです、流行語ですよ、流行語。もうエントリーされたり、もう発表エントリーマミネートか。自分からね、出したみたいになっちゃうけど。マミネートですね。え、これはもう、この時期はもう発表されてんのかな。12月の頭に大賞発表で、今は30個出てる段階。あのね、あれとかね、あの、ほら、あれ、マリトッツォとか下の方にね、ランクインしてましたよね。下の方じゃなくて、あれ別に一覧だから。あ、一覧、あれ順位じゃないから。順位だと思ってたよ。多分50音とかになってるから、間が遅いんだと思う。なんかずるいね。え、なんか絶対上の方に目行くじゃないですか。そうかな、一通り見ない。上の方だけ見える。あれランキングじゃないんですね。ランキングだったらさあ、発表されちゃって12月の頭に大賞を発表する意味なくない。確かに、まあまあ、確かに。そうね。じゃあ来週にはもう分かるかもしれないってことですね。まあまあそうだね。今年自分的流行語あります？なんか自分的、自分的流行語、これめっちゃ言ったみたいな。それ自分で気づくから口癖みたいなもんだよね。じゃあ口癖とか今年ハマったやつとかなんかね、言ってそうですよね、めっちゃ。私今年は金ないがめっちゃ言ったりした。今年異様に金欠で、なんか宿毛矯正かけまくってたら、気づいたらお金がね、大変なことになって。そんなの毎年かけまくってんじゃないの？なんか今年、去年今年とかは、うん、結構1、2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい、割とこう1、2ヶ月、3ヶ月に1回？どれ？高頻度な感じでやってたから、こうお金なくなっちゃったんですよ。宿毛矯正って1回大体どんぐらいかかるの？わかんないけど。いや、2万ぐらいかかる。結構かかんだね。そう、いいやつだと2万ぐらいかかって、で最近宿毛矯正かけたんですけど、すごい久し別なとこに行ったんですよ。いつもと違うとこに行ったら全くかかんなくって、もう掛け損ですよ、掛け損。掛け損？掛け損。それってなんか文句言えないの？なんかパーマとかだとさ、はいはい、気に入らないともう一回行ってみたいなあるじゃん。掛け直しっていうか、実は2回行って、その1回目に行った時は、もう別に直してますとか言われなかったんですけど、その後1ヶ月目にもう宿毛を、もう一回かけたいと思って行ったところは、うまくかかんなかったけど、今度もう一回来てくださいって言われたんで、あ、でもね、やばいですよね。やばいですね。まあ、つまりお金がないということが、今年の流行語大賞は。結構言ったってこと？結構言いましたね。それなんかあんまいい年じゃない感じがするね。そうですね。来年は金ありすぎて困るって言いたいですね。言わない。金持ちになったら言わない。言いたいね。リコちゃんとか、そう、自分の。私は、やっぱこういうアイドル活動を始めたっていうこともあって、うん、自分の名前を言うことが結構多くなったなっていう、はいはい、なんか今の挨拶もそうですし、ライブとかでも、今までそんなになんか年度初めの自己紹介ぐらいでしか名前言わないけど、結構だなっていう感じです。じゃあリコでーすって感じ。私の流行語。いいじゃん、なんか新たな、ね、スタートな感じがして。カワヤ先輩とか。いやいや、いやいや、ねえ、みんな共感してますよ。自己紹介、うん、
え、さきちゃんはどう？え、なんか前のあれラジオでも言ったんですけど、うん、あのメロンパン好きなんですよ。はいはい。でもう好きすぎてなんか1日に1回はなんか言ってる気がするなって。あ、すごい、めちゃくちゃやばいんですよ。言葉にして発してるってこと。はい、そうです。そうです。どういう時に言うの。え、なんか食べたいなって思ったら言うんですよ。あー、ところ構わず。はい。え、え、朝の朝会とかでも、あ、なんか食べたいなって言ったらメロンパン気持ちの先生のお話の時とかに、誰だ今メロンパンって言ったら。そういうわけではない。そういうわけではない。あー、よかった。言っちゃうんだ。そう言いますね。今日も、あ、今日も行ったんですよ。そんな好きなんだ。はい、大好きです。今日食べた？食べました。あー。全然コンビニとかで買って。あ、はい、コンビニ。お気に入りがあるの？なんか、なんか今日はなんか新発売してたやつ。そういうのはもう欠かさずチェックするんだ。はい、そうですね。すごい、じゃあメロンパンのことなら先に聞けってことですね。そうですね。コンビニだったらどこのが好きとかあるの？え、私はローソンのが好きです。ローソン。え、な、何がいいの？なんか今日食べたのはクッキー生地のやつのメロンパンのやつに、うん、中にカスタードクリーム入ってて、あ、いいね、中に入ってるタイプも好き。はい、そうです、何かしらが、何かしらが入ってるやつ好きだよ。絶対欲張りな人だよ。なんかない？結構ない？あの、いろんなパッケージの。はいはい、ありますね。なんか、中になんか入ってる。コーヒーホイップみたいな、なんかメロンホイップみたいな、はいはいはい、スーパーで割と安く。あります、ね、めっちゃありますね。あれいいよね。あれいい、うん。何もないやつよりそっち選んじゃう。そうね。え、決めたかっちゃう、自分的流行語とかないですか。流行語、流行語むずいなそれ。ほんとにむずい。ほんとにむずい。でもそのノミネート、はいはい、されてるのを、はい、一応見たらさ、ええ、ええ、やっぱこれ言ったなみたいなのも あったわ。確かに。え、何副反応とかめちゃくちゃ言った。ああ、そう、副反応ね、入ってましたね。ああ、めちゃくちゃ言ったなと思って。いや、私はマリトッツォですね。言ってないでしょ。もうなんか、このラジオでめっちゃ言った気がする。マリトッツォ、マリトッツォ。まあね、自分たちのね、自分的流行語がランクインしてるかどうかね、来週で、分かると思うんで、期待したいなと思います。はい、ということで早速ここで1曲お届けしたいと思います。それでは聴いてください。青春ダイバー。
プルボコラディオ、サリーシリコのアシカはアシカ、アシカはアシカのカーがだんだんアシカの鳴き声に聞こえてきます。はい、ということでですね、このコーナーはもうサリーシリコちゃんのダジャレ好きが高じまして発生したコーナーでございます。もう皆さんからダジャレを募りまして、リコちゃんがもう素晴らしい厳選のワンダジャレを選ぼうというそんなコーナーでございます。はい、今週もですね、なんかたくさんいただいておりまして、ツイッターの方でもメールの方でもいただいております。それではですね、安定の方からご紹介したいなと思います。ラジオネームアランスミシーさんからです。ダジャレって本当難しいです、ということで 1,2,3,4 つも今回いただいております。まず一つ目ですね、5回もミスしたというのは5回です。正統派、正統派ですね。気持ちいい。2つ目、あのサンバが3番目に好きな音楽はサンバ。サンバ、あー、なるほどね。3ついっぱい、はいはい、3つ来てるね。あの生まれるにババアって書くババ、あのサンバババアですね、バアババアババアと言いました、バアおばあちゃんのバアって言ってほしかった。そうですババアって言いました、完全に。そんなことないですよ、 BBA の方、 BA バアサンバーの方ですね。サンバさんね、サンバさん、うん、3番目に好きな音楽はサンバ。サンバさんの3番目に好きな音楽はサンバ。サンバ、サンバ、サンバ、うーみたいなやつですよね、多分。うん、そうそう。そして3つ目ですね、あの会社、団子の価格を談合して摘発された。なるほど、むずい。談合って初めて聞いた。え、嘘、え、言います。いや、言わないけど悪いことすることになっちゃうから。え、談合って何、知ってる。知らない、知らないです。なんか辻褄合わせて、はあ、うまく自分らの利益にするみたいな話し合いをするってことじゃない。なるほど、それで団子の価格を団子ですね。団子はあんまり団子しないけど安いから。いや、素晴らしい。四つ目です、巫女さんになる条件は未婚です。なるほど、未婚、未婚、こ、結婚してないミコンですね。本当かどうかわかんないですけれども。いや、本当じゃないだろう。ということでね、今回はダジャレの応募が多いといいですね、とね、アナウンスミスさんからいただいております。そしてですよ、あのツイッターの方にもたくさんいただいておりまして、まずロケットメガネさんからですね、鹿とぶつかっても叱らないでね。ん、あー、鹿ね。鹿、奈良にいるやつですね。そしてミクさん、では僕はリコちゃんに鹿とされた鹿をしっかりと見つめておきますね。おお、こっちの方がいい、同じ鹿でも。多いね、こっちは。こっちの方がうまいよ。もう鹿とされた鹿をしっかり。うまい。気持ちいいリズムが。3連コンボ。うん、続きまして、ゆうきさんです。チャンマンズ10周年ライブ、おでってホールでおでん用意するからみんなおでんせ。流行ってんの三連コンボ。多いね、だいぶだいぶね。流行りなのかな。おでんせは方言ですが、わかりますかと聞きますね。何、おでん、おでんせ、わかんない、わかんない。じゃあ岩手の、あ、りこちゃん、岩手の方言で、うん、してくださいみたいな、うん、おでんせ、はいはい、おでん、おでんせ、おでん、うん、おでんせ、さしすせのせ。かわいいっすよね。おでんせー。おでんてーって言うんだ。うん、そしてもう一つ、東西パピーさんからです。スーパー銭湯に行く人がスーパー銭湯。おお、もっといるだろう。それはでも、もっといると思うんですよ、それはもう。もちろん、ね、ダジャレだもん、ね、ダジャレっすから。でもこれ好きだな、私。スーパー銭湯に、結構おじいちゃん、その割合とかいいの、割合も何十パーセントになるかもしれないですけど、あのスーパー銭湯ということで今回は。そうですね。はい、ということで今のところ全て出揃いましたけれども、すごい、結構多いし、ね、うまいの多いよ、ね、ちょっと決められそうですか、ナンバーワン。今回はいつも以上に悩みますね。一足揃いよ、どうしようかな、コンボが多かったしね、ね、3コンボ、結構頭の上がすごい、5とか、いやー、言ってほしいな、次な、コンボ、なもう聞きたいね、もうぜひ今のうちから考えてよ、かか同じ意味の言葉あるんだみたいな、驚かせてほしいです ねさあ、めちゃめちゃ考えております、リコちゃん、決まりそうでしょうか。
はい、はい、決まりました。それでは発表お願いします。はい、あのサンバが、あのサンバさんが3番目に好きな音楽はサンバです。誰だっけ。アランさんの、はい、はいはい、さすが師範。もう素晴らしいです。結構高いですからね、3つ。え、このポイント、選んだポイントは、なんか今回3つ入ってるのが多かったんですけど、ね、はいはい、なんか3つってなんか3つで、3番、なんか3番何言ってんの。3番、サンバ、3個みたいな。何言ってんの、ずっと何言ってんの。3番みたいな、3個で3番みたいな。そうだね、そう思うよ。もう呆れないですよ。あれでしょ、あの3個入ってるし、3番っていう言葉が出てくるし。すごい、分かったの。私あの通訳できる。そうなんですよ、私実は宇宙人だったんで。宇宙人の話す言葉は宇宙人。2人とも何言ってくる。はい、ということでですよ、まあ来週、再来週とかもね、きっとこのコーナーやるかもしれませんので、あの皆さんの渾身のダジャレを、ね、目指せ5コンボ、6コンボ、10コンボ、いくらでもお待ちしておりますんで、ぜひ皆さんのダジャレお待ちしております。お待ちしてます。以上、アシカはアシカのコーナーでした。ウルボッコラディオ、続いてはメッセージのコーナー。ポスト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 、はい、ということでやってまいりました、メッセージのコーナーでございます。本日2通ですね、メッセージいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、かよよんさんからです。キミタカさん、かやさん、アクアネクスト仙台のメンバーの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はアクアネクスト仙台のさきちゃんやみさきちゃんが新メンバーとしてラジオ番組に出演できたことが嬉しく思います。声が聞けてよかったです。さきちゃん、みさきちゃん、これからも頑張ってください。キミタカさん、かやさん、リコちゃん、カレンちゃんのラジオでの期待を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。期待されてるってよ。なになになに、ラジオでの活躍を楽しみにしています。なに、どうした、頑張った。活躍楽しみにしてるって。ああ、そういうことか。うん。ありがとうございます。何だったの今の、謎のまま。なんか気になることがあったの。なんか勘違いしました。楽しいですね、こういう時間。あ、活躍が活動に見えちゃう。ああ。ラジオでの活動。読み間違えちゃったから。はいはい。可愛いですね。ラジオ宣伝じゃねえよって思ったってことね。ふざけんな。もっともっと何でもやるぞということでございますよ。文字って難しいよね。そうよ、うん、LINE とかでもね、うん、あれこの人怒ってんのかな、うん、あれあんじゃん。 ありますね、うん、活字って良くないですよ。良くないよね、あの感情を乗せれないから。いや、そう、うん、もうだってこのラジオだってね、皆さんから電話募集してこう繋ぎたいですもん。そうね、毎回ね、生電話でね、生電話でやりたいもんですよ、いつかね。やりたいですね。やりましょう、それは。そうするとこういう誤解を生むことが、やっぱり直接伝えないと、言葉で大事なことは、はい、皆さんのね、録音の音声なんかいただけたら流せる日も来るかもしれない。朗読したんだ、先生上流すの。楽しいね。もう楽しいかもしれない。楽しいね、今もできるからね、やろうと思えば。そうですよ、あのメールとかでね、メッセージをメールで送ってもらえればできるからね。流すかどうかは分かりません。流さない。送っていただけたらね、聞きはしますんで。続きまして、アランスミシーさんからです。かやさん、きみたかさん、こんばんは。こんばんは。アクアネクストの皆さんもこんばんは。こんばんは。今年も年末が近づいてきて、そろそろ1年を振り返る時期になってきましたが、今年皆さんの印象に残った出来事って何だったでしょうか。年間を通じてだと、昨年に引き続き新型コロナウイルスの問題が一番になると思いますが、それを除くと今年の一大イベントは東京オリンピックですよね。アクアポイント的には2年ぶりに開催された灼熱アイドル水かけ祭りが大きな出来事だったと思います。社会全体でもいいし、個人的なことでもいいので、今年はこれが一番印象に残った出来事というのを教えてください。2021年もまだ残り1ヶ月くらいあるので、
まだ大きな出来事があるかもしれないですが、今現在までの印象でいいです。どうぞよろしくお願いします。今週もラジオ楽しみにしています。頑張ってくださいねといただきました。なんだろう、今年1年印象に残った出来事、まあ、個人的には3月にあったね、ワンマン 2days のワンマンライブ、初 2days だったんで、それがね一番印象的に残っておりますけれども、なんだろうね、今年の出来事ね、印象に残った出来事。2人はだって絶対この活動始めたことでしょ。まあ、違う。あ、でもいっぱいあります、今年は。いっぱいある、はい、例えば例えば、うん、一人暮らしを始めたっていうのもですし、はいはい、あと大学生が始まったっていうのも、はいはい、始まったことが多いのね。そうなんです、スタートが多くて、うん、もうすごい濃い一年ですね。人生においても結構思い出に残る年になってんじゃない、ね、確かに大きな節目っていうかね、スタートしまくりな一年ね。ダジャレにもすごい寄り添って、ね、本当よ。でもあのせなんていうの、検定みたいなやつではあの落ちてしまってね。ね、印象残るよね。印象残りますね、だいぶね。さきちゃんは？ね、なんか、うん、めっちゃ学校でのことなんですけど、なんか友達に後ろを向きながら歩いてバイバイって言ってたんですよ、はいはい、それで前を見たらロッカーがあって、しかもロッカーの扉開いてて、それにボーンって突っ込んでっちゃって、なんか入っちゃった、なんか入っちゃった。そんなことある？気づいたら家についてたみたいな。繋がってたみたいな。びっくり。それがめっちゃ印象的。すごいね、なんか少女漫画の始まりみたいな。いやいや、めっちゃ異世界に行っちゃって冒険が始まるみたいな。絶対楽しい。そんなの実はめっちゃおちょこちょい。めっちゃ、そうですね。いいじゃん、いいことよ。で、なんかしっかりしてる風に見えるから。だからいいのよ、そのギャップがね。これこれよ、大事よ、こういう活動においてそういう。そうですよ、ギャップどんどん出してってね。頑張ります。自分で出してるみたいなわけですよ。そうか、自然にね、言ってるもんだから。君たかっちはどうでした？俺はだからそのリコに似てるけど、大学生活始まったっていうのを、はいはい、一緒で、息子が小学校、あ、4月から始まったっていう。あ、え、今年か。うん、うわ、もう2年生な気分だった。今まだ1年生。ああ、それは大きい。それだね。いやいや、これでも授業参加とか初めて行ったわ。え、何の授業だったんですか？国語。国語、うん、国語の、今さ、やっぱ、はいはい、まあみんな若いからあれだけど、ネット使うのね。すごい。タブレットみたいなのを書いたりすんのにも、今は。だからオンラインの授業とかも始まってるから、はいはい、最近はね、うん、1年生でもそれあるのよ、だけど、うん、そのうちの息子の担任の先生が割とベテランの女の先生 で、うんはいはい、で導入されたばっかだから結構さ使うの、今のってログインするだけで1時間終わり。親たちただ先生と子供がログインに戸惑ってるのを1時間見続ける。もう先生もしんどい。超怖いじゃないですか。そう、隣の教室の若い先生に聞きに行ったりしてるんだもんね、途中で。先生しょうがないなみたいな。そうですね、うん、そんなことはあるんですね。全員が全員一気にできないからさ。あ、確かに。先生これどうやるのとか、変なとこ押しちゃったとか、はいはい、一人一人対応してるとどんどん時間過ぎて、何を見に来たんだろうな。確かに、タブレット使い方おじいちゃんおばあちゃんのパソコン教室ですね。うわ、でも今時ですね、めちゃくちゃ。でもいいですね、なんか皆さんいっぱいスタートして、うん、まあね、大体あるよ、何かしら。そうね、また来年から何か新しいスタートがね、あるように頑張りたいなと。そうね。以上、メッセージのコーナーでした。早いものでエンディングでございます。ライブの予定は決まっておりますか？はい、エコアネクストは12月5日盛岡オデッテホールさんで、うん、チャーマンズ10周年ライブに参加させていただきます。12月5日オデッテホールで、はい、あ、さっき言ってたオデンセのね。あ、そうです、オデンセのところで、はい、10周年すごいね。すごい10周年なんだね、チャーマンズがね、うん、もうぜひぜひ皆さんお祝いに駆けつけてください、ね、よろしくお願いします。
カーヤのライブの詳しい情報はツイッターホームページがございますので、ぜひそちらチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてメッセージも募集しております。皆さんのテーマフリーのメッセージでも構いませんし、今週のダジャレでも構いません。イライラモヤモヤでも構いません。宛先はローマ字小文字でカーヤインフォアットマーク str-co.jp caraya インフォアットマーク str-co.jp まで送ってください。ということで本日はゲストにアカネクストのお二人に来ていただきました。ありがとうございました。お相手はサーヤと佐藤君高でした。バイバイ、また来週。